今まで僕がついた嘘と今まで僕が言った本当、どっちが多いか怪しくなって探すのやめた。自分の中の嫌いなところ、自分の中の好きなところ、どっちが多いかも分かってて悲しくなった。嫌われるなら、愛した人に憎まれるなら、そうなる前に僕の方から嫌った僕だった。だけどいつかは誰かを求め、愛されたいとそう望むなら、そうなる前に僕の方から愛してみてよと。していただきたい、これからないではない、嘘ではない、驚くべき効果を発揮します。新しい自分に出会います。ただ中毒性がございます。両方の容量をお守りください。こんなキャッチフレーズを書こう。やっとこうさ、君のクローンが成功した時のものだって。君は世界初の憎めの確認できる愛、一応で言ってある神様。2秒前までの自殺志願者を